ャオ、ハングリーキャットです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？暑いですね。ということで本日は留学前に何を準備したらいいかをお届けしたいと思います。イエーイ！留学ワーホリ前に何か準備した方がいいかなって不安になってる方もいらっしゃるかと思いますので、私がやったことをお伝えしたいと思います。ニコニコ。日本から持ってくるべきもの。これ迷うかなと思うんですが、もう自分自身で、はい。あなたは独り身でポンと来ればいいかなと思います。というのもですね、私結構最初持ってきたんですよ。あれもいるかな、これもいるかなと思って、そしたら空港で超過料金を払う羽目になって、もうそんなんだったらカナダでいろいろ揃えた方がいい。うん、カナダ先進国なので、日本ほどではないかもしれないですけど、何でも揃います。ユニクロもあるし、無印もあるので、十分かなと思います。現地調達で行きましょう。でもですね、常備薬は持ってった方がいいですね。私はお腹が弱いので、ビオフェルミンとかバファリンとかはもう絶対に持って行っております。でももう尽きるからやばい。カナダももちろん薬あるんですけど、強そうなのでね、日本のいつも飲んでる薬がいいかなと思います。あと、お肌が敏感な方は今ご自分が使われている化粧水などを持っていった方がいいかなと思います。私も自分が使ってるもの持ってきたんですけど、でもカナダに行ったらカナダの化粧水がいろいろあるので使ってみたいなーっていう派なので、いらなかったかなと思ってます。あと、よく聞かれるのが費用ですね。いくら持ってけばいいか、初期費用ですね。最初バイトとかもないから家探しとか食費とかいろいろかかるなって考えたら、最低30万はあったら気持ち楽かなって思うんですけど、私の友達では10万円だけ持ってきたという猛者がいました。でもその人はね、友達が先にワーホリで来てたから、その人に頼ってきたっていう感じなので、そういうのがない限りは、できれば40万ぐらいはあったらいいかなと思います。前回の動画でお話ししたかと思いますが、私は1ヶ月だけですね、トロントに留学した経験がございます。その時は大学生だったんですけど、私は本当に集中力がなくて勉強が嫌いな子なので、自分でコツコツできるタイプではないので、無理やり英語を使わなきゃいけない環境に自分を入れないとダメだなっていうのが分かっていたので、とりあえず大学の授業でネイティブの先生とスピーキングできるクラスを見つけたので、留学前にはそれを取って、ちょっとその時だけ積極的だった私。普段だったら自信もないし、なんかめんどくさとか思っちゃって、あんまりそういうことできないタイプなんですけど、その時だけはやる気がちょっとあって、周りの影響もあると思うんですけど、もうちょっと頑張んなきゃなと思って、とりあえずスピーキングのクラスを取ってました。そもそも外国の文化とか外国人さんとかにも興味があったので、異文化交流しましょうみたいなパーティーイベントを見つけて、英語に興味がある友達を誘って一緒に行って、ちょっと英語喋ったりとかはしてましたね、その時期は。懐かしい。ワーキングホリデー行く前はもう社会人で働いてたんですけど、英語の勉強とかはしてません。ただ私は昔から洋楽が大好きで、洋楽しか聴かないタイプです。日本の音楽はあんまり聴かないですね。あと、やっぱり洋物好きっていうお話をしたと思うんですけど、洋物ってそっちじゃなくてですね、洋楽、洋ドラマ、洋画が好きなので、そっちばっかり見てました。吹き替えでも見ること全然あるんですけど、母の影響で小さい頃から洋画が好きで、何も知らないくせにまんまとアメリカナイズされた子供だったんですね。これはお伝えしたかと思うんですけど、そんな子供時代だったんですけど、小学校の時ですね、買い物中とか美容室に行った時に、なんか素敵な音楽が流れてるなぁ、何なんだろうこの音楽はってずっと疑問に思ってたんですよ。で、それが洋楽でした。で、私はテレビで見る日本の曲とかしか知らなくて、小学校でね、みんなジャニーズとか好きな子が多いので、その話に加わって、話を合わせてました。それなりに歌えるまで聴いてたし、いい曲だなとは思ってたんですけど、みんなみたいにはまらなかったんですよね。ダパンプとか好きだったけどね、それよりもお店で流れてる曲が気になるなっていう感じでした。で、中学の時です。友達に CD を借りたんですけど、それがオムニバスの CD だったんですね。いろんな歌手の歌が入ってる。それを聴いて、あー、これだーって思って、おしゃれって思ってたやつは、洋楽だったんだっていうのがそこで分かって、その頃 MD が主流だったと思うんですけど、いろんな人に CD 借りて MD に録音して、図書館とかでも借りれたんで、洋楽の CD を借りまくって MD に落としまくって聴いてました。まあ中二病みたいな感じですよね。洋楽しか聴かないんだ私、みたいな状態でした。まあ今もですけど。でも歌詞の意味とかはあんまり気にしてなくて、意味も分かってなくて、音で好きになってたんで、音を聞いて楽しんでる感じでした。一番ハマったのはね、リンクっていうオムニバス CD があって、それが最初いいなと思って、それの兄弟分みたいなエッジっていう CD があるのをそこで知って、友達がリンク持ってたから、じゃあ私エッジ買おうと思って、エッジを買ったら、エッジの聴いた曲を集めたオムニバス CD だったんですよ。で最初はちょっと失敗したかなって思ったんですけど、まあそれがスルメ曲で、もう今でも大好きです。まあ普通にグリーンデーとかその頃知らなかったからね、メアリー・ジェ・ブライジとか、アシャンティとかね、クリスティーナ・ミリアンとか、メストとか、まあちょっとロック系も入ってるし、ラッパー系も入ってて、もうめっちゃ好きになってずっと聴いてました。今も聴いてます。あれは私の大好きなオムニバス CD ですね。エッジです。で、邦楽の番組はいっぱいあるのに、洋楽の番組がないなって思って探してたら、深夜番組で丸音スーパーデラックスっていう番組があったんですけど、その頃。で、それを1時から2時まで。1時間だったんですけど、毎週録画して見てました。ロッキー和田さんっていう方がチョイスしたおすすめ、推しの音楽を、そう、しつこく推しを流してくれるので、毎回ちょっとずつ変わっていくんですけど、その頃人気だった UK ロックとかは結構詳しいですね。これで世代がわかるかな。北海道限定の番組です。まあ、ロッキー和田氏の不祥事により番組は打ち切りとなりました。残念。懐かしい。ちょっと年齢がバレそうですね。洋画、洋ドラマ、洋楽、洋物大好きな女子の完成です。というわけで音楽の話に行ってしまいましたが、私はとりあえず洋楽をずっと聴いていたっていうのと、英語は義務教育程度で、他の教科よりは興味あったんですけど、そこまで頑張って勉強したっていうわけではございません。私の性格上、自分自身を英語しか使わない環境とかに飛び込ませないと勉強しないタイプだったので、まあ、自分の性格のタイプをちゃんと自分で見分けて勉強したらいいかなと思います。参考になるかな、これ。まあ、コツコツ勉強できる人は、単語とか熟語をある程度覚えて留学に臨んだら絶対いいと思います。単語が分かれば強いと思いますので。私もやるかな。書いてやる勉強だと、まあその単語を覚えるのすごいいいことだと思うんですけど、発音がわかんなければ自分が知ってる単語でも、例えばアップル、アップル、アップルって書いてても、いざ日常会話で喋った時に発音が分かってないと理解できないと思うので、やっぱりおすすめは洋画とか、洋画長かったらドラマとか YouTube とかでも英語字幕を見ながら見るのが一番いいんじゃないかなと思います。発音も聞けるので、言ってることを字幕読みながら繰り返して自分も言う。 How are you って言った瞬間に自分も字幕見ながら How are you って後追う、シャドーイングって言うんですけど、それが一番いいと思うんですけどね。私もできてないからなんとも言えないです。すいません。はいというわけで、以上が留学準備。もしこれから海外留学、ワーホリ考えている方がいたら、ちょっとは参考になれば嬉しいです。では本日もあなたの貴重な時間をいただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。チャオー。